やあ、コーヒーこぼれちゃってます。教えて家電を。お、綺麗になった。水拭きしました。これ水拭きしました。日本の風土に適した進化を遂げたロボット掃除機です。それってどういうことですか？梅雨や猛暑、花粉症、ペットを飼う家も増えてますよね。そんな日本で重視されているのが水拭きなんです。水拭き機能を発展させ、モップパッドの自動洗浄、乾燥を行うロボット掃除機です。綺麗好きですしね。水拭き掃除いいですね。助かります。日本にマッチしたフラッグシップモデルです。ここの部分で拭き掃除します。カメラセンサーで検知した画像データをもとに、汚れが多い場所では走行回数を増やして徹底的にきれいにします。人間が掃除する感じですね。そうですね。ちゃんと室内状況を理解して掃除するんです。うわ、うんちだ。うわペットの排泄物も認識して避けることができます。あ、よかった、安心ですね。もちろんおもちゃですよね。作り物ですよ。あ、よかった。いや、でもメンテナンス面倒じゃないですか。そこが進化ポイントなんです。お手入れがほぼ不要の全自動のフラッグシップモデルなんです。お手入れなし。この充電ステーションがパッドの自動洗浄、乾燥、自動給水、自動ゴミ収集、充電、すべてこなすんです。モダンなデザインですね。そうですね。この革製のタグがまた可愛いです。そうですね。インテリアに自然に溶け込むようにデザインされていて、充電ステーションはサイドテーブルとして使えるんです。斬新ですね。ここにこう推しの写真を置いたりとか、アクスタを置いたりとか、あとはインテリア。スマートホームの世界的な標準規格マターに準拠する予定なので、より簡単に他のデバイスと連携できるようになります。ますます便利になっていきますね。では家電を、こちらの商品名を教えてください。それとパッドの乾燥にヒーターを使わない送風乾燥方式を採用しているので省エネなんです。送風乾燥いいですね。はい、家計にも。いやー、スタイリッシュで高機能で日本にぴったりなロボット掃除機ですね。ですが今回も商品名は教えてもらえませんでした。